女性初の総理を八幡愛でみたいなことです。いやもうそんなのありがとうございます。あの私ちょっと言ってることが当たらないかもしれないですが、私いつもあの皆さんの前で言ってるのが、まずは経済対策です。今日もあの NHK で流していただきましたけども、令和新選組の一丁目一番地はまずは経済対策で、消費税廃止なんか絶対した方がいいし、すぐにでもした方がいいって言ってるんですけど、私本来あの政治家として本当にやりたいことっていうのは命の問題やりたいんですね。でもうあまりにもどんどん命が軽く扱われてしまう。で命って考えた時にやっぱりその非正規雇用もそうですよ。人の労力を何と思ってるのか、人のその人権意識みたいなものが今の日本には全然足りていないし、それこそ令和新選組は障害者の、あの障害を持つ議員が3名いますけども、未だに地元で活動しててもあんたら、ね、障害者をあの議員にしやがって私たちの税金をみたいな話されるんですよね。ですごくそのために傷つくし、で今尊厳死の問題とかもありますよね。尊厳死を法制化しようなんていうとんでもないことを言い出した人たちもいます。むしろそっちが脚光を浴びるというか、そうだそうだって言えないことを言ってくれたって。もう本当にこれって政治がどんどん腐ってしまっていって、でなのでその命の問題やりたいんだけども、その命考えるときに経済的にしんどかったらそこまでやっぱり回らないんですよ。なんかそういう状況にさせられている。でだって自分たちの仕事が、生活が明日今日ご飯食べる、もう家族を養っていく、それで頭いっぱいだから、人権とか隣の家の人の人権とかもう関係ないみたいな感じになってしまってて、すごくそのギスギスした感じが嫌なんですね。でなので私は最終的には命の問題をやりたい。で今命の問題って言ったら哲学とかの分野ではやっている、あの文学とか哲学とか学術的なところではいろいろ論じられているんですけども、やっぱそれを政治でもやりたいんですよ。なぜ私たちは生きているのかとか、なんでこの世に生を持って生まれているのかとか、そういうことを政治を通して本当はやりたいんです。でそういうことを実現するためにはやっぱり令和新選組しかないんですよね。でこれは別にね、こういう話をすると宗教だとか意味違うんですよ。宗教とかじゃない、生きていくとか、私たちは自分たちで生まれようと思って生まれたわけじゃないんですよ。気づいたら生まれていたんだから、それがやっぱり生きるということです。だから勝手に終わらせてはいけないと思うんですよね。だからそれが全てつながってくるから、最後は命の問題みたい。でもその前にまずは経済的に知らないようにやっていく、その思いで令和新選組にいます。もしその思いが届いてるならすごく嬉しいです。ありがとうございました。ちょっと待ちください。最後に、自分が何者かってことをもうちょっと説明してもらわないと、あの支持者の方は八幡だなって分かるんだけど、関係ない人たちはなんか姉ちゃんしゃべっとるので終わるんで、すいません、はい、失礼いたしました。令和新選組の八幡愛と申します。あのこの度衆議院議員に なったんですが、もともとはですね、あの2020年から令和新選組の仲間になりまして、今地元は東大阪になっております。もともと私が政治活動をしようと思ったのは東日本大震災、そして福島第一原発の事故です。でその時に山本太郎代表を、ね、見ていて、でもう芸能の生活全部売っ払って、で原発はいけないって言ったことにすごく影響を受けて、でいつかこの人と一緒に何かやりたいと思った時に令和新選組が立ち上がり、私は絶対仲間になる、力になるんだと思って、4年5年が経ち、今ようやく仲間になれているというような状況でございます。ありがとうございます。ただやっぱり命守れと、あと国土守れなんですね。日本を汚してほしくない。原子力の放射能汚染も本当にもうこんなとんでもない人間が作ったもの、もうこれどうにかしないといけないという思いから私は政治活動に入っております。その延長で今がありますので、どうか今後とも皆様ご注目ください。八幡愛でした。ありがとうございます。もともとグラビアアイドルをされてたんですよね。そうなんですよ。そういう話を、私もグラビアアイドルでしたけどね。はい、であのごめんなさいね、この人、彼女が、八幡自身が私に話してたことなんですけれども、写真集出したことがあるんだけれども、その在庫で家の床が抜けたっていう話、そういう話せんな。そういう、DVD やね。最初に使わな、それ。まあ、もう勉強になりますわ。もうね、DVD を、ね、出したんですよ、日本で、ね、しかもね、そしたら前編後編出したら、もうそれ一気に変えてきて、もうそこ抜けましたね。はい、なかなか自分が出した DVD で家の床の底が抜けるっていう経験された方はいないしないでしょ。そんな挫折なかなか味わわないですよ。そういう活動をしてたんだけれども、やはり社会が歪んでいっているってことに対して我慢がならなくなって、そういう社会に対していろいろ活動していこうってことを足を踏み出したと。それが原発事故後
そして今国会議員として、議会で活動をしていくっていうところにあるのが八幡愛でございました。ありがとうございます。しっかりやっていきます。みんなに感謝をください。ありがとうございます。八幡愛でございました。さあ令和新選組